人口およそ39万人、高校野球、高校サッカー、高校ラグビー発祥の地、大阪府豊中市。市の中心に位置し、豊中市民のアクセス拠点となっているのが阪急豊中駅です。駅の改札を出て構内を歩くと、コンビニエンスストアや書店が立ち並んでいます。そしてさらに奥へと進んでいくと、そこには豊中市の地域情報の発信地となっている施設が設けられています。それが駅にあるスタジオ、エキスタ豊中なのです。阪急豊中駅構内にある多目的スタジオ、エキスタ豊中。平成15年5月、豊中市の地域情報化推進を目的として設置されたこの施設では、現在主に2つの取り組みが行われています。こんにちは、豊中おうち12月14日木曜日、担当の山本です。まず午前中にはケーブルテレビを活用した事業として、生中継で地域のあらゆる情報を発信しています。中でも市民が活動の報告や発表、イベントの告知をする番組、エキスタ集まれは視聴者の好評を得ています。テンガロンハットで決めたカーボーイスタイル、とにかく豊中中の人たちを楽しませたいというジョージ平野さんは、これまで何度もこの番組に出演してきました。豊中市内で老人グループホームとシルバーデイサービスを運営している平野さんは、時間を見つけては市内各所の高齢者施設を訪ね歩き、ピアノやウクレレ演奏などで高齢者を元気づけてきました。その回数はすでに200回を超えています。平野さん、そんなんしてんのやったらね、いろいろボランティアしてましたやろ。それやったらあのケーブルさんで民間参加番組ありますよって言わはったんでね。平野さんがこの番組に出演する目的はボランティアの告知だけではありません。豊中市内に住む高齢者や子どもたちに向けメッセージやアドバイスを送り続けているのです。平野さんは豊中市が大好きだと口にします。だからこそ豊中市民が元気で楽しく暮らしてほしいと心から願っているのです。平野さんのその思いは番組を通し視聴者に十分に届いているようです。番組に出演するのは素人ばかりではありません。芸術家や音楽家など、その道のプロの方たちも情報発信の場としてエキスタ豊中を活用しています。僕もやりたいことがいろいろありますんでね。でじゃあそれ、豊中市の中でできることをお願いしますって今いろいろ、その PR の中で、じゃあ豊中でこのエキスタがあるから、まずそこで一回出て PR しても始めたらどうかっていうようなことでね。皆さんこんにちは、エキスタ集まれの時間がやってまいりました。この番組への出演はイベントの集客に役立つだけでなく、テレビを見て活動に興味を持った視聴者がその活動に参加するなど、市民と市民をつなぐ役割も大いに果たしているのです。番組を進行するキャスターや制作スタッフは番組作りにどう取り組んでいるのでしょうか。実際に私が豊中市民なので、言ったらこうこの周りの豊中のことすごい詳しく知ってるんですよね。だからなるべくこうなんていうの、お友達気分じゃないですけど、あそこあるよね、そうそうみたいなとか、ここってこういうのが楽しいよね、そうそうっていうのを打ち合わせの時になるべくこう話とかして、でこう番組にはなるべくものすごいリラックスして出ていただけるようにまあ心がけていることぐらいですかね。もちろん番組として
楽しい番組になるということが一番だと思ってやってるんですけども、そのもうじゃあどうやったら一番楽しくなるのかなと思ったら、やっぱり出演されてる方が変に緊張せずにいつも通り の発表を出し切って、でそれでまあ伝えたいことを伝えれるような環境空気作りっていうのを一番心がけてますね。分かりやすく言えば、まあ小学校にある放送室のようなぐらい の位置づけでいただいて、まあ気軽にちょっとみんなに知ってもらいたいことがあんねんけど、伝えたいことがあんねんけどという形で声掛けをしていただいて、実際それに応えれるような場所にしていけたらいいなというのは私自身は思ってますけど。子ども、主婦、高齢者、エキスタ豊中から放送される番組には年間延べ1500人の豊中市民が出演しているのです。タペストリーなんです、はい、これはね大正時代から昭和の初めの茅の生地を使って、ここの内輪の部分を番組ではスタジオから飛び出し直接市民の声を視聴者に届けるなど、豊中市民全体を巻き込んだ番組作りも積極的に行っています。必要ですね、我々にとっては、商売人にとってはありがたいですね。どうした？やっぱりなかなか自分一人でこう宣伝しようっていうのはすごい難しいですけれども、こういったのの力をいただいて、市役所の方ですか、そういう方からしていただけるのはもう本当にありがたいですね。今もバブルはじけてすごく今皆さんどん底ですよね。それどうやって商売繁盛を持ち上げようかなっていう、そういうところにこういうヘルプがあるようにすごい助かりました。さらに市役所や消防署、警察署などと連携し、絶えず公共の情報を市民に提供し続けているのです。ケーブルテレビは頼まれてますかね。そうですね、結構街中の、ね、身近な情報とかも入れてくれるんで、結構面白く見てますね。見ておられますよ皆さん、はい、見せてもらってますよ。楽しんでますか。結構楽しいですよ。うん、面白い。エキスタ豊中から放送される番組は常に1ヶ月先まで出演者が決まっているほど人気を得て、市民から認知された番組となっているのです。豊中市役所はエキスタ豊中の設立に中心的役割を果たしました。最近では防災ですね、いわゆるその川が氾濫したうんぬんと、そういうところまで幅広くその情報発信することができます。そして何よりもそのケーブルテレビのいわゆるその視聴者といいましょうかが増えてきますと、いわゆる俗にそういう情報がですね、どん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 広がっていって、例えばそれが町の活性化、商業の活性化にもつながっています。そして先ほど言いました防災にもある、そして子どもさんの状況を知れる。だから地域情報というのは普通の一般のいわゆる民放と違いまして、そこに特化する時間がありますから、それは非常に大きなことだと思ってます。地域情報化推進の努力と情熱が認められ、豊中市は平成17年度地域づくり総務大臣表彰情報化部門を受賞しました。豊中市が総務大臣表彰を受賞した理由はケーブルテレビの番組作りだけではありません。実はエキスタ豊中は午後になるとカメラなどの機材が片付けられ、机が並べられます。これが地域情報化推進の2つ目の取り組みでもある
無料のパソコン相談なのです。パソコン相談を開くにあたりまず行ったのは、パソコンを教えることのできる地域 IT リーダーの育成でした。定年退職しましてね、何かせんといかんと、まあ、会社でパソコン関係やってたもんですから、まあ、それをあれするのが一番いいだろうと、まあ、そういうことからこちらに来るようになったんですから。高齢者の方に教えるのと若い方に教えるのと違いますかね。そうですね、よくお話聞いてあげて、相手のペースに合わせてのんびりゆっくりと。市民の情報利用能力の促進を目的に始められたパソコン相談では、市民ボランティアが市民に対してパソコンを教えることで、市民同士の交流の場にもなっているのです。やっぱりね、年賀状とかね、もうあの文章でもこう友達にね手紙でも書いたりできて、そんなのができたらねいいなって思うけど。いや、難しいことは難しいんですけどね。だからまだまだこれからねやって、やっぱり経験しなきゃダメだと思うよね。今までもっと早くやっとったらよかったんですね。一応忙しかったからね、定年後も。定年後公の仕事をずっとやってきましたから。どうしてもっと早くやっとけばよかったと思いました。こんだけ進んできて便利ようになったらね。パソコン相談の利用者は高齢者を中心に年間1500人を超えているのです。自宅でパソコンを操作している村田さんもパソコン相談に通っている一人です。山登りが趣味の村田さんは、山に関する情報を多くの人に伝えたいとパソコンを習い始めました。もうマウスとか、それから、フォルダとかファイルとか、そんなもうほとんど英語でしょ。結局新しいその操作、マウスの操作にしろさ、どないなるかなということでしたけどね。まあ今なってみればやはり、豊中市がやってる、講習、そういうようなことをこうして受けて、まあここまでなったかなと、まあ今はやはり感謝してます。鮮やかな手つきでパソコンを操作する村田さん、今では自身のブログを作成し、山登りの仲間たちと絶えず情報を交換しています。壁にはある絵が貼られています。そこにあるジージーはパソコンに行くの文字、熱心にパソコン相談に通う村田さんを見たお孫さんが書いたものです。それほどまでに今村田さんはパソコンに夢中になり、楽しみを見出しているのです。以前はやはりパソコン、食わず嫌いというか、そういうようなことは確かにあったんですよ。まああんなものはまあやらんでもええわと思ってたんですよ。いや、ところがこうしてやっぱり趣味に生かしたいなということで、まあ始めたんですけども、非常にお年を召した方が、まあ、生き生きとやっておられる。そしてその自分が習ったこと、逆に今度外へ自分が出向いていって、そしてまた輪を広げる、これはやはり、大きなパワーというんですか、私も実はびっくりしたところです。はい、市民ボランティア、ケーブルテレビ事業者、豊中市の3社が協力し取り組むことで、地域の情報化や市民の IT 活用支援に大きな成果を上げているエキスタ豊中。高齢化社会への対応、子どもたちが犯罪に巻き込まれないための抑止、大規模な自然災害への速やかな情報伝達など、今後さらに幅広い情報の発信がエキスタ豊中には期待されているのです。